んにちは、マリカです。今日はポルノスターのモーニングルーティーンをお送りします。ちなみに前編アフレコです。はい、まずはストレッチ、ストレッチ。ちょっと撮影用に大げさな気もするけど、まあだいたいこんなような感じですね。それでブラシを取り出して、天君太郎くん。はい、うちの可愛い息子たちへの朝のブラッシングタイムです。最初に今日来たのは太郎。太郎はね、猫2次男なんですけど、こいつが重くてね、野良猫だったのを拾ってきたんですけどね、だんだん家猫でくつろぎすぎちゃって、今だいたい10キロぐらいなのかな。この子かわいいでしょ。太郎、太郎ちゃん、デブ太郎、太郎太郎太郎、超かわいい太郎。あれ、テン。はい、テン、こちらは猫1です。長男のね、テン君はね、もう9歳なのに子猫のような天使の微笑み。いつもブラッシングをするとキスをいっぱいしてくれるんです。キスキスキス、あれ今日キスしてない、まあいっか、バイバーイ。はい、ブラッシングが終わったら朝のコーヒータイムです。これのコーヒーマシーンはクリスマスにサンタクロースさんからもらったものです。朝はね、甘いコーヒーを飲んで頭を働かせます。ちなみに昼間はブラックだよ、大人。はい、よーいスタート。このコーヒーマシン本当にお気に入りで、これが来てから1日5回ぐらい飲んでます。飲みすぎですな。コーヒーと共に用意するのは納豆。アメリカ人納豆大嫌い。そして自分で育てているネギ、かわいい。いただきます。ベッドの上で納豆和寄せ中。はい、朝ごはん終わったらテント太郎のトイレのお掃除です。すんごい臭いんだけど、この臭さも愛してしまう。なんて素敵なテン太郎、もう本当に可愛くて、まさに私の天使でございます。はい、お手洗いが終わったら今度はお風呂タイム。お風呂ではいつも日本の小説を読んでおります。東野圭吾かな。はい、終わったらメイクアップ。部屋着、最近はねニューヨークで買った M&M のワンピースです。これちょっと可愛いでしょ。でもね、一着お友達にあげたらアメリカ人だから、やっぱおっぱいの部分が小さすぎて入らないって言われちゃった。私ぴったり、イエーイ。はい、そしたらお仕事に行く時間です。今日は日本から持ってきたちょっとお嬢様風のワンピース、これ可愛くない？大好きなんだよね、楽だし。行ってきます。ちなみにドアに貼ってあるのは貼り付けるタイプの黒板で、忘れ物とかがないようにいろいろ書いてます。この家可愛いでしょ。ドアが大好きなんだよね。なんか日本で見たさ、なんだっけ、7とかそういう感じ。